ヤッホー、もちおです。もちをやってみたいっていうリストがたくさんあって、その中の一つをやりたいと思っています。でその中の一つ、今日は何をやるかっていうと、おにぎりを30秒で食べるやつをやろうと思います。セブンイレブンでおにぎり買ってきました。これを食べます。ツナマヨのやつ、イエイ。暑い。あ、30秒で測っていきます。じゃあやりますか。コンビニのおにぎりって結構大きいんだね。いろんな有名な YouTuber の方々の動画見てね、ちょっとイメトレだけしたのしてあるので食べていきます。用意。思ったよりすごくきつい。嘘でしょ、私絶対できると思ったの。私絶対できると思ったのね。絶対におにぎりくらい30秒で食べれると思ったの。いつも絶対30秒で食べてるのだって。お昼休みとか仕事中の休憩とか絶対に30秒でおにぎり食べてるのに、なんで今日食べれないんだろうっていう、そこら辺わからない。ちょっと私何が起きたのかわからないけど、いつも絶対食べれるから、それをやる。いつも通りにやる。いつものモチベーション、いつも食べれてるかわからないけど、いつものやつでやる。いくぞ。自然体でいこう。自然体で。無理だわ。食べてる人すごい。こりゃ大変だ。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしければお願いします。次回の動画もぜひ見に来てください。以上、もちおでした。